トムロフトのレース場と飼育日誌、ハトと一緒に遊びましょう。おはようございます。10月13日金曜日の朝です。日の出の太陽です。今日の天気は快晴、風は北風、2メートルから3メーター吹いてます。昨日は雲が多くて秋晴れという感じじゃなかったんですけども、今日は素晴らしい秋晴れです。気温も15度、寒くもなく暑くもなく、いい感じの朝の気温です。今年の10月11月は少し気温が高めという話も出てますので、これから秋の行楽シーズン十分楽しめそうです。車外開始です。急車の中は日の出がやはり5時46分と遅いので、日差しがあってもまだ暗いですね。ハトさんまだ飛び回るという気持ちになってなかったみたいで、厩舎開けてもなかなか飛び立ちませんでした。外に出たがらない理由の一つとして、カラスが前の電線に止まってましたね。このカラスの影響でどうも今まで以上に出たがらなかったみたいです。これから追い出してきます。今日もハトの追い出しを行い外に出てきました。厩舎の周り、ハトは飛んでいませんでした。どちらかへ遠征に行ってしまったようです。ただいまの時間は6時30分になりました。この時間になりまして、遠征から8羽のハトですね、戻ってきて厩舎の周りの旋回を始めてます。多くの鳥は遠征に行ったまま、まだ戻ってきてません。今日は気持ちがいいし、ハトもご機嫌で飛び回ってくれると思います。6時40分を過ぎたところです。先行して戻ってきました8羽が厩舎の周り順調に飛翔を続けてます。欅の木の向こうが、あ、帰ってきましたね。欅の木の向こう側からハトが戻ってきました。これは20羽ぐらい戻ってきたのかな、なんか30羽ぐらいの数になってます。あ、また何羽か戻ってきましたね。トータル40羽近くになったのかな。6時40分になりまして、遠征40分でハトが、2番手グループが戻ってきました。まだ40羽ぐらいですから、あと20羽ぐらいが戻ってきてません。3分の2が戻ってきたんですね。戻ってきたハトも厩舎の周り高いところを飛び回ってます。いい感じですね。今日は本当に気持ちがいい。北風も 2,3 メーター吹いてますので、冷たくはないんですよね。本当にこう日陰にいてもいい感じ、気持ちいいなという、爽やかだなという、こういう日を待ち望んでいたなというような朝の気温と天候です。鳩の方はちょっと勢いが落ちてきたかな。おお、また北の方、西の方、厩舎から離れたところを飛び始めてます。お、またぐっと勢いが上がった。まだまだいけそうですね。今飛んでいるこの集団の中に茶色い鳩が1羽いますね。クリコマじゃないかな。こうカーブした時にちょっと後ろ側の方でね、1羽2羽ずれてくるのがいるんですけども、クリですね。ということは他厩舎の鳥もこの中に何羽か混じってるんですね。まあ確認できたのは1羽だけなんですけども、もしかするともっと多くの数がこの中に混じっているような気がします。他厩舎の鳥も入ってるんで飛び方がいいのかもしれないですね。ただいまの時間は7時になりました。車外を開始して1時間ちょっと経過です。鳩の方はずっと飛び続けてまして、今日はまだまだ飛び続けてくれそうです。厩舎の周りのこの旋回している鳩、十数は足りないですね。まだ遠征先から戻りきってないようです。
この中にもまだ茶色い鳩と一緒に飛んでますので、他級者の鳥何羽か混じってるんじゃないかなと思います。いつも来る愛鳩者の鳩は今日は来ないですね。愛鳩者訓練でも行ったのかな。いつもなら遊びに来るのに今日は遊びに来てくれません。遊びに来ないっても寂しいですね。出たり入ったりしながら一緒に飛ぶのもなかなかいいもんだなと思ってます。その代わり今日は南の方の鳩舎の鳩ですね。これね、栗ですから多分 N 鳩舎じゃないかな、 WN 鳩舎のうちのどちらかじゃないかななんて思って、見てます。まだまだ元気よく飛び回ってます。遠征から戻ってきてない鳩もいますので、その辺の鳩の帰りを待ちたいと思います。7時5分になりました。他級者の鳥の集団がわーっと来まして、鳩舎の周りに飛ぶ鳩の羽数が増えました。うちの鳩の戻りきってなかった十何羽、他級者の鳥を引き連れて、来たようです。これ何羽ぐらいですかね。100羽超えてますよね。ずいぶん大きな羽数で飛び回ってます。うちの鳩はほぼこれで全球遠征から戻ってきたんだなという判断をしてます。もう65分飛んでますので、そろそろうちの鳩は降りたがってるんじゃないかなっていう気もするんですけども、他級者の鳥に引っ張られてまだまだ飛び続けていそうです。7時15分を過ぎたところです。鳩舎の周りまだぐるぐると旋回してます。他鳩舎の鳥なんか少しずつこの集団から離れて自給舎の方へ戻っていったような気がします。まだこの集団ちょっと多いんですけども、少しずつ少しずつ戻り始めました。あ、今また分かれましたね。自分たちの方、自分の鳩舎へ戻っていったようです。うちの鳩75分もう過ぎたんですけども、まだ元気よく飛び回ってます。まだまだ飛び続けてくれるのかな。ただいまの時間は7時25分になりました。鳩が今降り始めました。今日の飛翔時間は85分。すごいですね。今日もよく飛んでくれました。鳩さんお疲れさんです。いやー、これだけ飛んでくれますと鳩のコンディションがいいんだなっていうのを、確認することができます。遠征に行った鳩も最初が戻ってきたのが30分後、次が40分後、最後が65分後だったですよね。ずいぶん長い時間遠征してましたし、他級者の鳥もうちの方の周りを飛んでいたし、今日はなかなかいい社外風景を見ることができました。やはり鳩も天候ですよね。暑い時期飛ぶのは大変ですけども、またなんか飛び上がっちゃった。何かに驚いて飛び上がってます。若干まだ鳩興奮してるのかもしれないですね。私には見えませんけども、猛禽がいるのかな。そんなわけないですよね。これだけ飛んでて猛禽と遭遇してませんから、若干飛びすぎてて興奮してんのかもしれないですね。まだ飛んでいそうですね。降りてきて鳥が落ち着きましたら呼び込んで今日の社外を終了したいと思います。驚いて飛び上がった鳩、なんか5、6周回って降りてきました。何事もなかったようです。おー、口開けてる鳥がいる。
やはり85分飛んでましたから、多少そういう鳥もいるみたいです。今日もご機嫌な飛翔を見ることができました。今日の飛翔を見る範囲では、次の100キロ訓練火曜日補給予定なんですけども、無事乗り切れそうですね。逆にこの状態で100キロ帰ってこれない鳩は能力的に問題があるということで、諦めがつくななんて思ってます。本日もこのブログにお越しいただきありがとうございました。また次回もお越しいただきたく、よろしくお願いします。失礼します。